ネバセイ心裁判。弟の音です。え、な、なに？え、なに挨拶してんの？え、ってか、え、ネバセイ心被告、あなたにはとんでもない容疑がかけられているんですが、被告人に心当たりはありますか？え、あ、弟の焼きプリンを食べたことですかね。何ですか、それは。え、それ以外わかんないけど。罪状が増えましたね。いや、ちょっと待って、あ、じゃあ、今のなしで。え、ま、この件はでも後にします。それでは発表しましょう。今回の罪名はネバセイ心私服ダサすぎる罪です。意義あり。認めません。いやいやいや、ちょっと待って。え、どういうこと？初耳なんですか？これにはですね、かなり多くの被害届も出されていますので。被害届？はい。ちょっと待って。というわけで今日はこの問題に白黒つけていきたいと思います。まずはある写真をご覧いただきたい。先日ネバセイ一家揃って食事に行った時の心の私服です。どうぞ。これはですね、父がですね、少し奮発をしてくれて、そして少しお高めの鉄板焼き屋ね。はい。なのでちょっとフォーマルなお客さんが多かったんですよね。うん、そうだったかな、うん、なので明らかに浮いてました。え、我が一家が？違います、ネバセイ心被告がです。え、ちょっと待って、なんで？え、ダメなの？え、え、マジで？いや、私はだってこの罪が意味わかってないからさ、服装がダメって言われても。まあそうですね、うん、服が悪いわけではないんです。ね、可愛いよね。うん、まあ俺もそんなにその女性の服詳しいわけじゃないけども、でもさ、 TPO ってものがあるじゃん。あ、あるある。わかる？ TPO わかるよ。言ってみて。言わす。時と場合と、時と場合と場所でしょ、はい、タイム、プレイス、オケーションっていう3つなんですけれども、姉ちゃんはさ、今何歳だっけ？25歳。25歳でフォーマルな場にこの服を着てくのは、フォーマルってわからない？フォーマルなんだけど。え、ちょっと待って待って。じゃあ次行きましょう。次まだあるの？はい。待ってよ。切り替えていきますよ。心被告、先日大学時代の友人数人と神戸でショッピングをしてくると言ってご機嫌で家を出て行きましたよね。はい。その時ですね、おやと思っていた疑惑が確信に変わりました。まあ言うなれば点と点が結ばれ線になったわけです。笑い事じゃありません。あ、はい、ごめんなさい。その時の私服がこちら。神戸はさ、イメージ的には大人の街っていうイメージもちょっとあるからさ。そうね。どう思う？どう思うと言われましても。また水玉ですか？水玉好きなんだよ、私。姉ちゃんの同級生に会ったことあるけどさ、みんなもうちょっとこうさ、年相応というかさ、もうちょっとこう大人なファッションだったよ。え、すっごい動きやすいんだよ、この服。え、しかも水玉可愛いでしょ？あのさ、うん、だから TPO だって。だから TPO でしょ？友達どんな服着てたの？こういう服着てた？じゃないかな。そうだ、嘘つくな。もうちょっとさ、ジャケットとかさ着てさ、少しこうシュッとした感じの、もうちょっと大人っぽい格好をすればいいのに。え、じゃあさ、今度教えてよ。え、いやだからさっき言ったじゃん、俺もそんなに詳しいわけじゃない。わかんないんだもん。去年誕生日にさ、同僚とか友達からお洋服プレゼントしてもらったの。うん、なんでだろうと思って、なんでこんなにみんな揃って服ばっかなんだろうなって思ったの。うん、こういうこと？そういうことだろうね。待って、どうしよう。というわけで心被告有罪。意義あり。認めません。どの流れで有罪になったの？悪いことしてないよね。反論ありますか？いや、え、悪くないよ。他にも証拠写真出しましょうか？というわけで、まあ本来であれば何らかの罰があるんですけども、今回は初犯ということで厳重注意に留めておきましょう。ただ今後またいつ裁判が開かれるかわからないので気を引き締めてください。もう絶対音には私服見せません。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、 Twitter を見ねばと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタンよろしくお願いします。